コロナバブルは弾けると思いますか？弾けるとしたら今年でしょうか？今年のワクチンが普及して、結局のところ、今IT 系で、例えばテスラとかがなんか異常に株価上げてたりするんですけど、ズームっていう会社とか。なんで上がるのっていうのが、ロビンフット経済みたいにアメリカで言われてるんですけど、アメリカでこのロビンフットっていう売買アプリが流行ってるんですよ。手数料無料でスマホで操作できるっていうので、ギャンブルと一緒で、なんとなくテスラ買っといたら、テスラの株価上がるじゃないですか。実際上がりすぎでよねとかも分からなくて、なんとなく上がってるものを買ったら上がってるから得するっていうのがあんまり考えない人の間で流行ってて、日本でいうとライブドア株が昔流行ってたのをご存知だと思う人もいると思うんですけど、主婦とか小学生とかがライブドアの株を買いまくってた時代あるんですよ。1株200円とか1株400円とかで、小学生のお小遣いでも買えるよねっていう値段の株価だったので、なんとなくその小学生が株を買うと、でどんな人が株買ったとしても株買う人が多いと株価が上がるじゃないですか。株価が上がるからたった200円が250円になる、おすごいっつって買う人がいるから株価が上がる、株価が上がるから人が買うっていうのをずっとこう繰り広げていて、実体としてのライブドアの会社の売り上げを比較するとあまりに大きな株式総額になっちゃったんですよ。時価総額になっちゃったんですよ。でテスラがその要はなんか600年分の利益を先取りしてるみたいな、なんかそんなぐらいの数字になっちゃってるから、60年分の利益を先取りしてるみたいな。なのでその実体から見ると60年分の利益を先取りっておかしくない、でも株価上がってるんだから今買うのが正解じゃんってなって株買って、また株価上がっちゃうっていうのが続いちゃうんですよね。なんでかっていうと、みんなそのコロナで暇で将来不安があるので何か投資した方がいいよねっていうマインドになりがちなんですよ。生活に不安があってお金を無駄にしたくない、で目の前に株を買えるアプリがありますと、テスラ上がるよねとかビットコイン上がるよねってみんな言われてて、マジかよって見たら本当に上がってるんですよ。なので今乗らなきゃまずいって言って買っちゃってっていう人が世の中にものすごい量いて、そのせいでビットコインとかアメリカの IT 系の株価とかがひたすら上がってくっていう状況にあるんですよね。じゃあこれがいつ終わるかっていうと、みんなが面白いものを見つけると、別に家の前でずっと株価チェックしてるわけではないっていうのと、ワクチンが普及してあれここまで IT 系って評価高い必要ないんじゃねっていう、例えば今 Zoom っていう会社がオンラインミーティングのいっぱい使われてますけど、まあさすがにコロナ終わったらみんなそこまでオンラインミーティングしないよねっていうのと、別になんか Zoom の有料プランって今一般市民でも使ってるんですけど、なんか有料プランとか一般市民が使う必要なくねとか、 Skype でよくねとかっていうので、だんだんユーザー減っていくと思うんですよね。でそこでユーザーが減っていくということは株価が下がるって言って、今度は下がり始めた時に我先に売るっていうのが始まるんですよね。コロナが終わってズームみんな使わなくなるじゃん、だから売り上げ下がってるじゃん、株価も下がってるじゃん、じゃあ今すぐ売らなきゃっていうのでアホみたいに叩き売られるのが多分今年来るんじゃないかなと思ってます。これから株価暴落すると思いますか？日経平均株価が3万超えたらベアハンド買おうと思ってます。暴落をしないで日本が没落していくっていうパターンな気もするんですよね。ツイッターでも書いたんですけど、ひたすらその日銀と年金独立行政法人が株を買い続けてるので株価はずっと上がり続けるんですよ。で株が下がると、まあその日銀だったり独立行政法人が買うので株価上がるっていうのがずっと続いてて、どっかでこのチキンレースやめた方がいいよねっていうのはまともな人は思ってるんですけど、もう政府がその判断するの不可能なんですよ。例えばじゃあ菅首相が年金とかその日銀で株価買いさせるのやめるわって言ったら、株価めっちゃ下がって日本中大不況になるんですよ。株でその資産の3割ぐらい運用してますって人って、株価半分になると、まあ 15% 失うわけじゃないですか。でそうすると個人としてもお金もなくなるし、会社とかでもその資産を株で回してる会社っていうのはその資産が半分になってしまうので、そうするともう今期赤字だよねっていうので赤字決算出しますと。っていうので赤字決算出まくりとか、銀行によっての契約によってはその赤字決算出した場合は前倒しで返済しろってなって、前倒しで返済できないんだったらお前のビル差し押さえなみたいな契約になってるところとか、株価が半分になった結果自社ビル差し押さえになって事業がうまくいかなくなるみたいなパターンもあって、日本中で不景気になっちゃうんですよね。なのでまともな政府であれば株の買い支えをやめるっていうことはもう言えないと思うんですよ。買い支えはずっと続けると思います。そうするとすげえ無能な企業が株価が上がり続けるので、無能な企業が経営が下手なのにもかかわらず株価が高いので、その無能な経営を続けるっていうのをやっちゃうんですよ。その結果本来その潰れたり優秀な会社に買われて、でそこのスタッフも優秀な会社で働くべきなんですけど、無能な会社がなぜか生き残ってしまうっていうので、優秀なスタッフっていうのとかお金がそこにこうロックされちゃって伸びるべき会社にお金がいかないっていう状況になっちゃうので、結果として日本全体の経済成長率が悪くなって先進国の中で最下位の経済成長率になるとかっていうのになるんじゃないかなと思ってます。